秋田県仙北郡上岡町出身で、秋田県立大曲高等学校から、法政大学経営学部へ進学。特技はやり投げで、高校時代には、秋田県高等学校総合体育大会や、秋田県高等学校新人総合大会で、高成績を収めた。また、大学時代には、自主マスコミ講座に参加していた。 大学卒業後の2009年4月1日付でアナウンサーとして小川健太と共に中部日本放送へ入社。同年7月17日に CBC ラジオで放送されたただしげおの気分総会。朝から PON で初泣きを果たした。その際には小川と共にイケメンアナウンサーと紹介されている。2009年8月9日からは CBC テレビの中日ドラゴンズ応援情報番組サンデードラゴンズに出演特技のやり投げにちなんで自身が担当するコーナーの冒頭ではやりますコーナーの進行やインタビューがうまくいった場合にやりましたという決め台詞を連呼したさらに当時中日の保守だった小田光平がヒーローインタビューで佐藤の口調を真似てやりました と叫んだところ、他の中日ナインにも、このセリフが頻繁に使われるようになった。ただし、サンデードラゴンズが、東海地方向けのローカル番組であるため、佐藤が最初に使ったことは、東海以外の地方。ではほとんど知られていない。口述する理由から転職を希望したため、2011年3月に、レギュラー番組をすべて降板。 以降は不定期で、スポットニュースのみ担当していた。同年5月初頭に、CBC 公式サイト内のアナウンサーリストから、佐藤の名前が消えると同時に、同サイト内にある、魅惑のアナウンス室ブログからも、佐藤の投稿記事がすべて削除された。さらに、同月18日には、ツイッター上の CBC ラジオ公式アカウントを、通じて、2011年4月をもって、 放送業界以外の会社に転職したというコメントが発表された。実際には、中部日本放送からの退社を機に、再び上京して、リクルートへ入社した。美容系の企画営業職員として3年半勤務した後に、広告以外の面からもクライアントのビジネスを支えるような仕事をしたいという理由で、2014年10月に、東洋経済新報社へ転職。 ビジネスプロモーション局メディア営業部に配属された。佐藤はアナウンサー生活を2年で終えたことについて東洋経済新報社への入社後にテレビという枠の中で世の中で起こった問題や事象をわかりやすく伝えて多くの人に認知してもらうというアナウンサーの役割自体にはとても意義がある。しかしアナウンサーになって1年半ほどの時期から 自分が仕事を通して実現したいことは自分が主体的に動いて小さなことでも最後には問題を解決するようなことなんじゃないかと思い始めた。名古屋には愛着があったがどうせ新しいことを始めるなら最も競争の激しい環境に見よう,こうと思ったので名古屋を出ることに決めたと明かしている。このことから2003年に 神岡町のスポーツ省へ交渉を受けている。テレビでの初泣きは7月18日なるほどプレゼンター。花坂か、タイムズ内。7月25日の CBC ラジオ祭りでは、アナウンサーブースで店長を務めている。CBC と同じ JNN 系列の放送局が、ない地元の秋田県も含む2011年6月現在、プロフィールページ自体は削除されず、 CBC 公式サイト内に残されたままになっている。AB 東洋経済新報社社員イ,インタビュー、ウェブ広告は、まだ、フロンティアビジネスプロモーション局メディア営業部、佐藤美希郎。ありがとうございます。